はいどうも皆さんこんにちは。今回は龍城湖事件についてお話ししていきます。龍城湖事件というのは当時中国東北部に駐屯していた関東軍により引き起こされた鉄道爆破事件です。この事件をきっかけに満州事変が勃発し、以後日本は日中戦争を経て太平洋戦争へと進んでいきます。そんな日本にとって大きな転換点となったこの事件ですが、一体なぜ起きたのか、その理由について確認していきましょう。明治時代に成立した日本の政府は薩摩藩と長州藩が力を持ちました。そのような勢力を藩閥勢力というのですが、藩閥勢力に対抗する形で台頭してきたのが政党勢力です。藩閥勢力だけで物事を決めるな、俺たちも政治に参加させろ、そのように主張しながら運動を行っていき、明治、大正、昭和と時代が過ぎたこの時には政党勢力が政治の実権を握るようになっていました。しかしそうなると今度は政党勢力が争うようになっていきます。当時の日本には立憲政友会と立憲民政党という2つの大きな政党があったのですが、この2つの政党は相手の不祥事を見つけて批判したり、金で買収した票で選挙に勝ち上がったりするなどしていたのです。こうして日本国民の中には政党政治は腐っている、政治を一新すべきだという考えが広まっていきました。一方日本の陸軍も薩摩藩と長州藩が中心となって成立しました。特に陸軍で力を持ったのは長州閥の方でしたが、大正時代の終わり頃になると薩摩長州ともに人材が切れてしまい、薩摩閥は正木甚三郎を中心に荒木貞男や林千十郎を抱える九州閥へ、長州閥は宇垣一成を中心とする宇垣閥へと引き継がれています。しかし宇垣閥による権力の独占を見て、宇垣閥は自分たちに都合のいい人事ばかりしている、宇垣閥を倒そうと考える人々が現れました。これが双葉会です。この双葉会を真似して作られたのが木曜会です。双葉会は主に人事問題を研究していましたが、木曜会は主に満蒙問題を研究していました。満蒙というのは何かというと、この辺りを意味する地名です。当時の日本はここに満州鉄道を持っていたのですが、元はといえばここは中国の土地、中国の人々は土地を返せ、中国から出ていけと主張していました。しかし日本からすると満州は日清戦争、日露戦争でたくさんの金と命を費やして手に入れた特別な土地、そう簡単に返すわけにはいきません。こうして日本と中国の対立が深まっていき、木曜会の人々は話し合いがダメなら武力しかない、満蒙を日本の勢力下に置こうという考えを持つようになっていきました。この2つの会合が合体して成立したのが一石会です。その後の陸軍を動かしていく人々が集まったこの一石会ですが、その中心人物は永田鉄山という人物でした。彼は永田の前に永田なく、永田の後に永田なしと言われるほどの秀才で、当時勃発した第一次世界大戦に衝撃を受けてこう考えるようになります。第一次世界大戦では戦車や飛行機など機械による戦争になった、つまり次の戦争では機械を大量生産しなければならない、となると工業力や技術力、労働力や資源が必要だ、しかし日本は島国だ、資源が不足している、近くの国に頼るしかない、そうなると資源がたくさん産出される満州をより確実に掌握するべきだ。こうした永田鉄山の考えは一石会の目的に強く反映されました。今の陸軍の人事は宇垣閥がやりたい放題やっている、だからそれを刷新して満蒙問題を解決する、そのために荒木貞男、正木甚三郎、林千十郎の3人を盛り立てる、つまり一石会は九州閥の3人を支援することで宇垣閥に対抗していこうとしたのです。こうして一石会は活動を開始、人事について徹底的に調べ上げ、会員を人事部門に入れることに成功しました。これにより上層部の人事を入れ替えるほどの権限は持たないものの、実際に任務に当たるような現場レベルの人事には影響力を持つことができました。すると一石会は次々と陸軍の人事配置を行っていき、主要な実務ポストを掌握。それだけではありません。会員の板垣征四郎と石原莞爾を関東軍に送り込み、満蒙問題の解決を目指していきます。こうして関東軍の計画を中央からバックアップする体制が整ったのです。そして立てられた計画は、南満州鉄道の線路を自ら爆破し、中国側が線路を爆破したと発表して直ちに中国軍の基地への攻撃を開始、混乱に乗じて全満州を領有するというものでした。この計画を一石会は実行、宝天近郊の龍城湖付近で満州鉄道を爆破します。こうして始まったのが満州事変です。
一石会会員による自作自演によって始まった満州事変ですが、爆破計画を実行した後、石原莞爾は司令官に中国が満州鉄道の線路を爆破しましたと報告し、出撃しましょうと進言。当時の司令官は約2ヶ月前に着任したばかりで計画を知らされておらず、裏の事情を知らないまま石原莞爾の進言を許可しました。こうして直ちに関東軍が出動し、南満州の主要都市を占領していきます。そんな関東軍の出撃を知った当時の総理大臣若槻礼次郎は、どうにかして関東軍の行動を抑えようとしました。事件は関東軍の計画的行動である、事変をこれ以上拡大してはならない、そのような方針を決定したのです。しかし陸軍上層部が政府の命令を伝えようとしても、一石会がそれに抵抗して関東軍の行動を指示します。その間にも関東軍は攻撃を続行、事変は大きく拡大しており、もはや止められなくなっていました。そんな状態で陸軍が出撃した軍勢の経費を出してくれと要求してきています。もちろん若槻礼次郎としても言うことを聞かない陸軍に経費を出したくはありません。しかしもしもここで陸軍と対立して総辞職に追い込まれでもしたら、次に政権を担うのは強硬外交方針を取っている立憲政友会、さらに状態が悪化すると予想されました。そのような考えから若槻礼次郎は経費の支出をしぶしぶ承認し、その上で陸軍を制御して事態の収拾を目指していきます。さて一方、当時の中国はどのような状態だったかというと、中国の東北部を守っていた張学良の軍勢は国内で起きた反乱に対処している最中で、日本との衝突をできるだけ回避し、蒋介石は中国共産党勢力と戦っている最中で内戦を優先していきます。そのため関東軍の軍事作戦は簡単に進んでいったのです。しかし中国もやられっぱなしではありません。国際連盟に手紙を出します。日本の行動は9カ国条約に違反していると訴えたのです。こうして満州問題が国際連盟に持ち込まれたことによって、日本と中国の問題は世界の問題にまで発展。とはいえ若槻内閣は事態の拡大を防ごうとしていたので、そこまで大事になることはなく、この時の国連理事会は日本は兵を引くようにと勧告しただけにとどまりました。しかし関東軍は国連からの勧告も無視、それどころか上海で騒動を起こし、列国の注意がそちらに向いている隙をついて張学良の本拠地である錦州を爆撃、言うことを聞かずに攻撃を続けていきます。こうなると国連も黙ってはいられません。ついに本格的に日本に圧力をかけ始めます。次第に追い詰められた日本政府は、そこまで言うなら事件に関する調査員を現地に派遣してほしいと提案。こうしてイギリス、アメリカ、フランスからなる調査団の派遣が決定されたのです。この調査団がリットン調査団です。この満州事変を見て日本の国民はどうなっていたかというと、熱狂が巻き起こっていました。新聞各社が中国が線路を爆破したと報道した上で、政府は強硬にこれに対処すべきと主張して国民を煽っていたのです。現地から送られてくる写真を載せた新聞の発行やニュース映画の上映などにより、満州各地を次々に占領する関東軍の様子が伝えられると、国民の興奮はさらに高まります。関東軍による軍事行動を全面的に支持する世論が作られていたのです。次第に政府の不拡大方針は国民からの支持を失っていきました。メディアと国民を味方につけた関東軍はついに満州の大部分を占領。さすがにこれはやばい、民政党だけでは陸軍をコントロールできない、そう考えた民政党内部に政友会と提携して挙国一致内閣を作ろうという考えが現れてきました。しかし大蔵大臣の井上淳之助は金解禁をめぐって意見が対立している、政友会との連立は不可能だと言って反対。外務大臣の重原喜重郎も軍縮をめぐって意見が対立している、政友会との連立は不可能だと言って反対しました。このような騒動もあり、若槻礼次郎はもはやこの内閣は続けることができない、そう考えてとうとう総辞職。民政党による協調外交はこうして終焉を迎えたのでした。さていかがだったでしょうか。民政党の若槻礼次郎が総辞職したとなると、次に政権を取るのは政友会の犬飼剛です。こうして犬飼剛が内閣を組織します。ということで次の動画では犬飼剛内閣についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。